バックカメラ。おお、フロントカメラ。おお、すげえじゃん。こっから映してみるとこうです。どうでしょう、これですよ。これがこうですよ。ちゃんと草木があって、道路があって、白線も見えてるっていうね、素晴らしいじゃないですか。どうもこんにちは、ミカスです。今日はこちらを紹介レビューしていこうと思うんですけど、はい、来た。スーパーナイトビジョンシステム、いわゆる夜よく見えるタイプのディスプレイがついた、まあ、ドラレコモデルになります。普通ね、デジタルミラー型のドラレコだったりとかっていうのもあると思うんですけど、こいつは、夜間見えにくいところを超高感度カメラで見えやすくしてくれるっていうタイプの商品ですね。早速じゃあちょっと中身を見ていこうと思うんですけども、こんにちは出た。さあ、まあ注意書きが入ってます。これがモニター本体なんですが、はい、画面としては結構大きい。で、SD カード刺さってますね、最初から。はい。で、下部、電源ボタン。これ多分、ミラーとしても使えんじゃないの？で、先っちょは、ね、このようになっております。フロントカメラの入力、リアカメラの入力と、あと、赤と、なんかこう、もう一本。で、結構いっぱい入ってるんですが、なんか取り付け用の、ね、内張り剥がしみたいなものも入ってます。はい。で、これが台座ですね。これを、まあ、ここのレールに、こう、ズボッと差し込んで、で、まあ、ダッシュボードに貼ると、こういった感じに使うものになってます。あ、はい。ドラレコで撮ってるよっていうシールついてきました。はい。で、これがリアカメラですね。リアカメラは、はい。なんかちょっとこういう滑らかな形をしたカメラになってます。両面テープで貼れるようになってますね。で、あとカメラの線、はい、GPS もついてきました。なるほど、さっきのは GPS か。で、これがですね、いわゆるフロントカメラ、超高感度のフロントカメラ、結構でかいですね、これ。まあ、取り付け場所はね、目立たないところにつけてあげるのがいいんじゃないかと思うんですけど、こんだけでかいとなんかすげえ映んじゃねえのっていう期待がすごくあります。はい。で、電源はシガーから取れるようになってますね。で、その他カメラを取り付けるための台座だったり、両面テープで貼らない場合とかね。あとは、これやっぱりね、なんかミラーにも付けるんじゃないのっていうゴムが付いてきてます。はい。それから、なんか、何これ、平穏無事、お守り的な感じの刺繍がしてある、プレートというか、なんかね、板状のキーホルダーみたいなのが入ってますね。それから、取り付けですね。はい。では、ささっとちょっと車にくっつけてみようと思います。はい。ということで、設置完了しました。まあ、レビュー用に雑な取り付けではあるんですけども、これが、その、ドラレコのモニター部分ですね。で、フロントカメラが、あれですね。はい。ですかね。まあ、このように、右側がフロント、左がリア、左がフロント、右がリアだったりとか、そういうように、ね、カメラを切り替えができます。今、バックカメラですね。バックカメラの画質としては、まあ、非常に綺麗なんじゃないかなと。ディスプレイも結構高精細で、見づらいってことは一切ないですね。ただし、まあ、この車がですね、ジムニーなんですけど、ジムニーのここが高いので、で、このデジタルミラーとの隙間がこれしかないんですよ。じゃあ、かといって、じゃあ前が見づらくなるのかっていうと、ジムニーの場合は、あのようにボンネットが、で、これ今ちょうど自分の目の高さなんですけど、ボンネットの端っこギリギリぐらいと同じぐらいの高さなんで、じゃあ視界が悪くなるかっていうと、実は視界は悪くなってはいないんですけど、ただなんかやっぱりここに出っ張りがあると、ちょっと圧迫感はあるかなっていう感じですね。まあ、画面みたいなね。今ちょっとそんな状態なんですけど、はい。ということです。昼間でも当然、綺麗に見えるフロントカメラね。当然このフロントカメラが暗視カメラとして非常に高性能なんですけど、ご覧いただいた通りですね。まあ今、シャッターが映ってますけど、
まあ、非常に綺麗に映っているといった感じですね。で、日付、時間、スピード、それから、まあ、GPS がついてるんで今どこだとかっていうことも出てるし、あとはこれがメニュー画面なんですけど、録画、これが再生、設定、写真を撮る。で、これ、まあ、今音声も入ってますね。で、これが前後切り替え。これなんだろう。あ、音声操作できんのこれ、マジで。バックカメラ。おー、フロントカメラ。おお、すげえじゃん。え、何これ。で、これ押せばコマンドがね、何ができるのかが見れると。はぁ、面白いね。これ触んなくていいの、運転してていいですね。バックカメラ。おお、はい。で、ちょっと設定画面を見ていこうと思うんですけども、はい、このようにですね、輝度、これはこのディスプレイの輝度ですね。これ自動になるといいと思うんですけど、はい。で、G センサーの感度、まあ、G センサーって何かっていうと、いわゆる衝撃を検知する感度ですね。まあ、ちょっとこの車ジムニーでガタガタするんで手にしておきましょう。BSD 有効化。BSD 音声放送。BSD モード、熟練者モード。はい。で、周波数ですね。これ、あの、信号のちらつきだったりとかのね。はい。で、こっち側の設定に行くと、まあ今、日本語ですよ。操作音のボリューム、それから HUD、今、ここに出てた数字とか日付とかをどうするか。で、リアカメラ製造鏡像、リバース連動、オンオフ。で、あと SD カードがどうのこうのっていう設定画面になっております。さあ、ということで夜になりました。今、後ろのねカメラなんですけども、非常に綺麗に映っております。よく見えますね。今ちょっとね、後ろから車来ててライトに照らされてるんですけど、あの、これね、難しいんだよな、これね。肉眼、あー、そう、こっちの方が分かりやすいかな。肉眼で見るとこんな感じで、こうカメラで撮るとこう真っ白に飛んじゃってるんですけど、実際にはこんな感じです。はい。では、バックカメラは別にそんな超高感度じゃないんですけど、フロントカメラですよね。はい、切り替わりました。いかがでしょう。こんな感じですよ。めっちゃ見やすい。さあ、真っ暗い道路に来ました。街灯なし。こんな感じで、まあ、車のライトに照らされてるところだけが見えるんですけど、それが、はい、こんな感じです。このね、木々、道路の脇の木々の向こうまで見えてるの分かります？芝生の色まで見えてますよね。夜間性能の強い iPhone で撮っても真っ黒ですよ。それがこんな風に見えちゃうんですね。ちょっとピント合わないですけど、はい。なので、こう、何がね便利かっていうと、例えば今ね、これライトね、すごく明るく映ってますけど、このライトに紛れて人が歩いてきたっていうシーンでしっかり見えるんですよ。肉眼だとほとんど見えないような、人が歩いてきたっていうのがすごい見えるんですよね。だ、例えばね、横断歩道があったりするじゃないですか。で、横断歩道の端っこに立ってる人は車のヘッドライトでは基本見えないんですよ、ハイビームじゃない限り。それがロービームであったとしても、早期発見につながるわけです。だから、まあ、安全運転だったりとか、なんか夜運転苦手なんだよねっていう人にとってはすごく、ありがたい。で、これっていうのが単純に安全じゃないっていうだけの話ではなくて、ストレスが溜まるか溜まんないかっていうところにもつながってくるんですよ。夜の運転って結構ストレス溜まるから疲れるっていう場合が多いんじゃないかと思うんですけど、ご覧ください、この見え方の違い。めっちゃ先まで明るく見えてるんですよ。で、当然ね、これ見ながら運転するものじゃなくて、まあ、こういうミラーと同じで安全確認のために見るモニターであると言えると思うんですけど、そう考えるとやっぱり上についてるよりは
下についてた方がやっぱり視線の移動は少ないのかなっていう気もします。さあでは電気をちょっと消してください。はい、今照明ゼロです。では実際にこうカメラで撮る外の景色、うっすら向こうに光があるのぐらいしか見えないと思うんですよ。今ちょっと後ろから、まあ、車来たんですけど、はい、まあ、こんな感じですよ。今どこにいるのか何を撮ってるのかも分かんない状態なんですが、はい、じゃあ、こっから映してみるとこうです。どうでしょう、これですよ、これがこうですよ。ちゃんと草木があって道路があって白線も見えてるっていうね、素晴らしいじゃないですか。ということで、まあ、前後ドラレコもそうなんですけど、ドラレコとしての使い方以外に、まあ、こういうようなミラーに、ね、くっつけることもできる、ダッシュボードに置くこともできる、そして夜間の安全確認、安全性とストレス軽減っていうのにも役立つということで、普通のドラレコミラーを買うのより全然できることが多いわけですよね。まあ、商品価値が高いと言いますか。なので、これからドラレコをね、購入されるっていう方には非常にお勧めできる商品なんじゃないかなと思います。じゃあちょっと電気つけてもらっていいですか。はい。はい。全然違うよ。なので、これからドラレコをね、購入されるっていう方には非常にお勧めできる商品なんじゃないかなと思います。じゃあちょっと電気つけてもらっていいですか。はい、見てください。あ、今車来たけど。で、この縦線はカメラの向きでなくなります。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。